みなこりんさんからいただきました。はい。今回お名前の付けてほしいもの、それはズバリ私のテニスラケットです。うん。今まではなんとなく春に買ったから春子でいいやと簡単に決めてました。本当に簡単だ。いいじゃそれ。うん、あるじゃん。あるじゃん。あるけど、うん、ちゃんと、はい、ちゃんとしたちゃんと考えたもの、うん。単純に考えたやつですね。うん、ちゃんと考えても。僕は今回のラケットで4代目なのですが、うん、そろそろ名前もネタ切れで困っています。うん。私はいつも物を大切にするため愛着を持つため、うん、名前をつけるのでぜひ皆様の力をお借りしたいです。あ、う、あ、ん、4代目ね。うん。春子さん。4代目テニスラケットね。うん。はい。じゃあ、よし。じゃあ、マジか。うわ、俺何一番なんだろう。方向性いつも決まる。うん、宮野が1番、俺が2番、福山が2番、大阪が3番です。はい、うわー、難しい。2番難しいな、これ。1番どういう方向性でいこうか。うん、ラケットの。要するにラケットだから、はい、欧風でいくのか和風でいくのかね。そうね。やっぱりね。そうですね。でもテニスですから。まあでもほら。やっぱりそういう獲物ってのはさ、うん、なんかこう魂みたいなものがあるじゃん。妖刀村正みたいなものもあるしさ、ね、物干し竿的なものもあるしさ、うんね、もう、なんか欧米風にはなんとかブレード的なものもあるわけですよ、ね。どういう方向で行くかだよ、うん。どういう方向で行きましょうか。オッケー。うん。お、行きますよ。皆さんが先導してくださるということで。うん、というわけで、そんなあなたの、テニスラケットの名前は、クワトロ・ハルコニア・ハイパーボウ。4本目だからね。クワトロ・ハルコニア・ハイパーボウ。ボウなボウなのかいみたいな、最後ね。うん。いいね。いいですね。いいですよ。うん、お掃除がよくできそうな。お掃除が剥がりそうなね。クワトロの後にハイパーボウ。それでは、続きまして、人間やめましたさんからいただきました。やめないで。やめないで。先日修理に出していたスマートフォンが無事帰ってきたので、お二人に生まれ変わった我が愛機にかっこいい名前をつけてやってください。うん、見た目は赤と黒のバルブレイブ1のような感じです。よろしくお願いします。スマートフォンね。スマートフォンのその名前ね。よいしょ。ででん。はい。ででん。うわ僕1番です。はい。それで福山2番です。おい、スマートフォンの名前？スマートフォン。でもこれ2番結構難しいな、2番な。意外と難しかったりするんですよね、ものによっては。そんな？これ難しいな。赤と黒のフォンじゃない。そうだね。俺もフォンじゃない。そうだね。もしかしたら。うん。うわぁ、マジか、うん、もう全然思い浮かばないので。うん。あ、もう全然お前かまん。うん、ヒントはヒント。バルブレイブのような色合い。色合い。あ、でも、うん、かっこいい名前って言ってくれてるんで、うん、かっこいい名前をつけた方がいいのかな、そうだね、もしかしたらね、うんうん。バルブレイブっぽい名前がいいんじゃないかなと。おバルブレイブっぽい名前バルブレイブっぽい名前。オッケー。バルブレイブっぽい名前。なんだおオッケー。わかりました。じゃあ、はい、そんなあなたの、スマートフォンの名前は、はい、バルスマートカルルサインデーゲン。まあデーゲン言っとけばいいみたいな。でも3つの要素が入ったからね。あったね。バルブレイブっぽい、うんはいうん。ちょっとね、本当にね、もうデーゲンって言おうと思ってます。ええというわけで、皆さんメッセージありがとうございました。